神奈川の西城山の岸壁が朝日に染まっています城山からは川下に上島という村がありますこの上島には行進坑があって60日に一度回る行進の夜には宿になった家に集まり徹夜するのですあんた次郎兵衛さんとこはどうするね どうせこやしないしえー、らいかんでも米を集めに行っても断られるだけずらそうだよねうん分かった更進の宿になった家は1軒につき4号の米を村から集めその集めた米を炊く仕事がありますですから宿になった大一の家ではまず朝から一軒一軒回って米を集めるのです

今夜は札というのは都内ごとの回数を知る木札のことで名主の正門は定一に木札をめくる役をしっかり頼むということなのですまだ日が落ちたとはいえうっすらと明るく。 これから一晩中起きているというのには、集まりが早いような気もしなくはないのですが、一応村の人たちが、宿の佐田市の家に集まりました。さてと、皆さん、お集まりですかな。ええ、一応。味路弁とか、やっぱりか、佐田市。へえ、相変わらず。じゃあ。 また今夜は夜なべ仕事づらいよ。道で昼間おまささんに会ったですが。向こうも何も言わなかったので。でお米ももらわずに。<laughs> まあいいじゃないか。始めるとしようかね。さだいさん。お灯明に火を。へ。庚申さんのお掛け軸というのがあって。その前には灯明と。 お酒にご飯と煮物が備えられています。佐大一が灯苗に火をつけると、名主の正門が高架軒柱を背にして佐大一にうなずくように合図しました。では始めますよ。更新で更新で舞い取り舞い取そうあか更新で。 更新で毎取り毎取りそうあうか更新で更新で毎取り毎取りそうあうか。じんと名主の正門が叩く鐘の音のたびに、佐大一は木の札を一枚ずつ裏返すのでした。木の札には一から十までの字が書いてあり、十の木札を裏返すと。 小さな木の札を一枚めくるのです。その小さな札にも一二三四と書いてあります。この小さな札を十枚めくれば。百回というわけです。はい。ちょうど百回。では。中休みということで。じゃあ。あんた。ご飯を。 それじゃあここで遅い夕飯ということでどうでしょううんそうだねおときさん手伝うよ奥くは悪いねなになにあれよ桜飯だねいい、うんえー、匂いだわさあどうぞ召し上がってくださいどうぞどうぞ召し上がってくださいな めしに煮物で遅い夕飯を食べるとお茶を飲みながらの雑談となりましたでは始めますよ「こうしんでこうしんで毎とり毎とりそうあった」更新で「こうしんでこうしんで毎とり毎とりそうあった」

外へ。外へ一人でにか。私は何もしてないだから、縄が一人でに外にだよ。なった縄がうず高くなっていると思ったのですが、とんでもない縄は外に引っ張るものでもいるかのように、縄の端も何もかも外へ出ているのです。あんた、縄がずっと山の方に伸びてる山の方に伸びてるだってよし、調子うちんだ。 え今からどこへ縄の先を探しにだまだ夜だよ日が出てからでもいいじゃないいや俺のなった縄をどこのドイツが持っていったつらきっと山の中で丸めて朝には売りに行ってしまうに違いないだでそれじゃあ余計に危ないじゃないさその泥棒に切りつけられたりしたらどうするよど,どうするってそん時になってみなくちゃ分からんとにかく今から縄の先を探してみる早く提灯貸せはい これ気をつけてよね次郎兵衛は提灯の明かりで縄を照らしながら縄の先を求めて歩きました縄は確かに誰かが引っ張っていったと思われました。

ですが次郎兵衛は洞窟の中へ入るのをたじろぎましたおいおいこんなところに洞窟があったのか知らなかったなすると中から縄を引っ張る者がいるってことかよこれは油断できねえさその時ですズズと縄が洞窟の中へ引っ張られたのです <laughs> ジロベイはおったまげました。もう一目散に逃げてきました。あんた、どうしただね。出た。出たって何が何と,とにかく出たんだよ。あんたがそんなに触れてるんだからよっぽどだったんだね。 あ,あのな洞窟があってよその中へ縄がズルズル引っ張られてなじゃああんたがなった縄はその洞窟にいるなんかが引っ張っていたってことかねそうだ <laughs> でその洞窟の中に何がいたんだねあんた見たじゃないだかねそれがな縄を握った途端急に縄が ずっと奥へ引っ張られてよああわかるよそりゃびっくりしただろうね死のぞが止まるかと思った次郎兵衛はそのまま寝込んでしまいましたねえどうだね 少し起きてみるかね、はあ起きてみるかなさあどっこいっしょ、はあ、すまねえあれ、うん、すまないだなんて初めてだね、はあ、そうかななあおまさなんだねや今度 後信さんの晩には出てみるかよあれどうしたのさあああの縄のことでよ後信さんの夜は夜鍋な,などしちゃいけねえってことがよわかったというかそう後信さんの晩はまず村の姑と一緒に過ごすだなへえそうじゃあ

「こうしんでこうしんで」「毎とり毎とりそうはか」「こうしんでこうしんで」更新で「毎とり毎とりそうはか」次郎兵衛もおまさもなんとかみんなと一緒に唱えることができるようになってきました「こうしんでこうしんで」更新で 毎撮り毎撮りそうわか。更新で。更新で。毎撮り毎撮りそうわか。はい。ちょうど百回。では、中休みにしようかね。ジロベも、おまささんも来てくれたし。ああ、なんだか、今夜は話が弾むよ。ジロベさん。この次には。 宿をやってくれるかね。それはもちろん。やらせていただきますよ。おそうかい。おまささん、一体何があったんだねや。ええー、ちょっと。村の人たちは、ジロベイがどうして急に、甲子さんに来る気になったのか、知りたいところでしたが、誰もそのことは話題にしませんでした。 もんさまそろそろいつものとおりこうしんさんのことひとつはなしてくださいやうん、えー、ではまいどのことではあるけれどじろべえさんとおまささんがはじめてきてくれたし、うんえー、まずこのこうしんまちはねてしまったのではなんにもならないのですからないいですか今夜のこうしんのよるというのは 人の頭とお腹と足の中にいる三匹の虫、これを三尻といって、寝ている隙に人の体から抜け出して天に上り、天の帝にその人間の罪悪を告げてしまうのですよ。告げられてしまったら罪状次第では命を奪われてしまいますでな。よく肝に銘じて、 今夜は朝が来るまで決して寝てはだめですからの行進待ちの日には決して夜なべなどはしてはならないと ジロベ衛は肝に銘じたのでした。すっとん、おしまい。ただいまの出演は、ジロベ衛成田忠夫おまさ、平岡寧子、さ大い溝口隆之、おとき、海川陽子、奥馬場岩崎康子、 名主の聖門、加納仁ナレーション、松永茂子。以上、SBS、ラジオ放送劇団。そして、音楽、杉本蓮太郎。幸い、脚色、八木陽光でした。